セマダラコガネは、小型のコガネムシ科の昆虫の一種。日本各地でごく普通種で、全教瀬と全詞の上に黒いマダラ模様がある。成虫も幼虫も食食性で、農業害虫である。北、アメリカに移入して、オリエンタルビートルと呼ばれ、芝生の害虫として知られる。全体に卵型をした小型のコガネムシである。体長9から13ミリメートル、幅5から8ミリメートル。 背面は茶褐色に黒褐色の反紋があるが、色彩に関しては個体変異が著しい。頭部は大きめで、頭立ては高褐色で、ほぼく系、その円は黒褐色で上向きに反り、角は丸くなっており、上面には浅い天国が密に入っている。触角は9節、脳褐色で、先端3節は上側が伸びて平たくなっている。オスではこの部分が、 そこまでの部分より長い。前凶世はその幅が長さの2倍。その円はそれぞれの方向で中央が張り出し、前方の角は角張って突き出す。その背面は盛り上がり、色は普通は茶褐色で国力色の大きな斑紋が左右にあるが、前面が茶黄色になるものから黒緑になるものまで変異がある。天国は大きくて深いものが密にある。小て板は 茶褐色で縦形、先が尖り、中央には縦向きのくぼんだ線があり、細かな天国がある。少子は縦溝が深く、列感は高く、焦点がまばらにある。普通は茶褐色で黒っぽい高羽状の半紋が三段に出るが、全面が茶褐色から黒緑までの連続的な色彩変異がある。キャビーによると、ウォーターハウスは当初フィリップ・アーサー・ウリアンタリスと、 命名していたという。またー、e、ウリアンタリスはアメリカの文献でよく見られ、ブリッド・ピアーサー・ウリアンタリスは日本の文献でよく見られる。韓国では両者が使われているという、琉球列島以外の日本全土に分布し、日本固有種である。ただし現在では口述するように、ミクロネシアやハワイ、それに北、アメリカに移入種として定着している。これには移設があり、 フィリピン諸島が元々の生息地であり、そこから日本に持ち込まれ、日本全土に広まった種がさらにハワイなどに持ち込まれたという。発生は年1回で、成虫は6から8月に見られる。中高生で紅葉樹を中心に様々な植物の葉や花を食べる。夜間は稀に10日に飛来する。幼虫越冬で5月下旬頃よりさなぎになる。本種にごく似たものには、 以下のようなものがある。夏季のようにこの種は日本では、さほど重要な害虫とはみなされてこなかった。しかし輸入先では重大な害虫として注目され、また、日本でも近年に被害が目立つようになっている。そのために対策として、本種の性フェロモンの研究や寄生性の線虫や、寄生菌の研究などもなされている。農業害虫として知られる。梅谷、岡田編では、 本種は繰り返し取り上げられ、それによると芝生への被害が最も大きいようである。幼虫が芝草の根を食べるものの、従来はさほどの被害をなすものではなかった。しかし近年にゴルフ場の芝生に本種が大発生し、甚大な被害を与える例がある。また、材木病補の害虫としても古くから知られる。それ以外では被害はさほどのものでなく、 それでも取り上げられるのが多いのはその植生が後半に渡るためらしい。落花生では根に被害を与えたという報告は一応あり、また葉を食害してかなりの密度に達する例はあるが動画ネブイブイほどの被害は出さない。大豆の葉の食害ではその被害は無視できる程度、花器についても同様らしい。王道やリンゴでは局地的だが被害を出す。 柑橘類では鼻に飛来して加害することがある。バラでもごく普通に飛来し、鼻の中に潜り込んで食害するというが、実害はあまりないとのこと。本種は日本固有種であったが現在では国外に移入種として侵入し、各地で国内より重要な害虫とみなされている。アメリカ合衆国においては1908年にハワイに侵入し、 サトウキビ畑に壊滅的な被害をもたらすようになった。本州の天敵と考えられた土鉢の一種スコリア、マニリーが1916年に導入されたが効果がなかった。アメリカ本土で最初に発見されたのは1920年8月、コネチカット州ニューヘイブンでのことで、それ以降は次第に北東部地域へとその分布を拡大させた。成虫は花を、 多少加害する程度だが、幼虫の稲か植物への害が大きく、特に芝生の被害がひどく、地表近くの根を食べてしまう。現在では例えば、ニューヨークの芝生や植物を廃した庭園における、最も重要な事務士系の害虫との評価があるほどで、ある。ちなみに、北、アメリカでは本種をオリエンタルビートルと呼び、本種以前に侵入していた豆小金をジャパニーズビートル、 さらに後発の赤ビロードコガネマレデラキャスティーニアをアジアティックガーデンビートルと呼び、庭園植物の重要な害虫として並び称している。以下、記載は、主として、石井保花編、P1319ABC、エクセマラウリアンタリスキャビー、ジョージ・ロバート・ウォーターハウス哺乳類、昆虫学、または、チャールズ・オーエン・ウォーターハウス昆虫学者、または、グスタバス・アソール。 ウォーターハウス昆虫学者上のほか、P397、埋めたに、岡田編、P171、埋めたに、岡田編、P972 沢田上のほか、P397 土砂金ほか、P134 チャンエトール、P2416 コッポンホファーフチー、埋めに、岡田編、P972、埋めたに、岡田編、P163、埋めたに、岡田編、 p171、埋めた岡田編、p163、埋めた岡田編、p330、埋めた岡田編、p377、484、埋めたに、岡田編、p570、埋めた岡田編、p785 個の下りは、ジャンエトール、p2416。ただしこの論文では本種をアジアに広く分布するものと、し、 移入元をフィリピンと推定されているとしている。ついでにこの論文では本書を OB と略してある。ファクンドエトール、チャンエトール、P2416。ありがとうございます。